直感的な操作で映像による情報収集を支援するカメラ地図連携アプライアンスをご紹介します。日本では地震、風水害、火山活動といった多くの災害リスクを抱えており、国や地方自治体は災害に強い国づくり、地域づくりを推進しています。そのため多くの自治体では災害発生前後の状況を遠隔で確認するために地図ソフトウェアやカメラシステムなどを導入し、災害発生時の意思決定に活用しています。一方、カメラの映像は広範囲なため、どの方角を見ているか特定が困難な場合が多く、カメラの制御が複雑なことから目的地点の映像表示に時間を要するなど、正確な情報収集が課題となっています。そのような課題を解決するのがカメラ地図連携アプライアンスです。カメラ地図連携アプライアンスは地図操作によりカメラ制御を可能とするソリューションです。ハードウェア、ソフトウェア一体型のアプライアンスとして提供します。カメラ地図連携アプライアンスは汎用性を重視しているため、個別開発と比較して短納期、低コスト、かつ操作性に優れたソリューションです。ここからカメラ地図連携アプライアンスの機能の特徴をご紹介します。一つ目が、地図をクリックするだけで目標地点の映像を表示します。通常は複雑なカメラ操作を誰でも手軽に行えるようになります。地図上でカメラをクリックします。カメラが選択された状態で見たい箇所をクリックすることで、目的地点の映像を瞬時に表示することができます。複数台同時操作にも対応しており、2台のカメラをまとめて動かすことも可能です。カメラ操作はクリックのほか、住所検索も対応しており、通報時の場所の検索などに有効です。2つ目が、カメラの撮影方角を地図上に表示をします。カメラの撮影方角を地図上に表示することで、撮影位置が特定しやすくなります。3つ目が、地図はオフラインで利用が可能です。そのためセキュリティ上、インターネットに接続できない環境においてもお使いいただくことができます。ここからは機能オプションとして提供するモバイルデバイス連携、外部システム連携をご紹介します。モバイルデバイス連携では、高所カメラで撮影困難な場所の撮影が可能になります。災害現場の映像や位置情報を本部側で確認、共有ができるため、災害などが発生した際のよりきめ細やかな対応につながります。地図上でのモバイルデバイスの映像と位置表示で、本部側で的確な状況判断を行うことができます。なお、モバイルデバイスの映像も通常のカメラと同様、アプライアンス上に録画が可能なため、過去発生した災害状況を振り返ることができます。外部システム連携では、カメラ制御、カメラ情報取得、画像取得といった機能が API 経由でカメラ機種に依存することなく標準的に実装できます。そのため個別開発と比較して、開発に要する時間とコストの削減が可能です。カメラ地図連携アプライアンスの導入を検討いただくにあたり、デモ機による事前動作検証を行っていただくことが可能です。デモ機は2週間無料貸し出しを行っています。ホームページからお申し込みいただけます。お気軽にお問い合わせください。